県政史上初の女性の秘書課長、知事公室長、そして副知事と時代を切り開いてこられました。県政全般を広く浅くではありますけれども担当させていただき、先ほどありました通り企業立地から男女共同参画、そして医療福祉はもとより農業も非常に楽しい仕事でした。そして防災環境、そして青少年教育、そして今年の春からは商工観光も担当させていただいて、またこの中小企業の方たちのやる気のあるこのパワーに接して私もパワーをいただいたところです。24年と6ヶ月この県庁にお世話になって、本当に思いっきり自分でやれるだけのことはやったという、そういう自負は持っております。本当に支えていただきました皆さんに心から感謝して、退任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございます。